こんにちは、みなすです。今回は滋賀のカフェを5つ紹介したいと思います。滋賀のカフェは今まで行ったどのカフェよりも景色が良くて気持ちのいいところばかりだったので、いろんな世代の方に楽しんでもらえる動画になっていると思います。また概要欄にお店の URL を貼っているので、思い出せるようにチャンネル登録しておくと便利です。それでは早速紹介していきます。最初に紹介するのは、近江八幡駅からパスと徒歩合わせて43分のところにあるシャーレ水ヶ浜さんです。最寄りのバス停は長明寺で、そこからだいたい20分歩くとお店に着きます。基本的に皆さん車だと思うんですけど、天気がいい日は一人で散歩がてら歩いていくのもいいと思います。ただ歩道は狭いので、誰かと一緒に歩くのはちょっと危ないかもしれないです。お店はカフェでは珍しくログハウスを使用していて、店内には薪ストーブもありました。ちなみにお店の隣には無料で駐車できる場所も20台分あって、結構広いんですが、平日でもほとんどいっぱいだったので、他の駐車場も念のため調べておくといいと思います。席に関してはテラス席も含めて60席あるんですが、やはり一番おすすめなのはテラス席です。テラス席にもテーブル席とカウンター席があって、ここからの眺めが抜群なので、少し待ってでもカウンター席にした方がいいと思います。このカウンター席からは、春は湖岸の桜、夏は湖にきらめく太陽、秋は紅葉、冬は雪景色を一望することができるので、どの季節に行っても充実した時間を過ごすことができます。実際僕が行った時もまるでヨーロッパの湖畔にいるかのような気持ちのいい時間を過ごすことができました。メニューに関してはコーヒーや紅茶といった一般的なカフェメニューに始まり、サンドイッチやカレーといったフードのメニューもありました。ドリンクとセットのメニューでも1200円ぐらいだったので、場所を考えてもリーズナブルだったと思います。今回僕はシフォンケーキと紅茶のセットにしました。シフォンケーキの味に関しては、甘さ控えめのふわふわのシフォンケーキで、生クリームと紅茶とよく合いました。あと補足なんですが、シャーレ水ヶ浜さんのお店の隣には小さな浜辺に続いている階段があって、運がいいとアヒルに餌をあげる体験ができるので、ぜひ行ってみてください。僕が行った時は残念ながらアヒルは巣に帰ってしまっていなかったんですが、帰り道で偶然巣を見つけて撮ることができたので満足できました。皆さんもぜひシャーレ水ヶ浜さんでゆっくりとした時間を過ごしてください。ここで余談なんですが、最近動画の原稿作りに身が入らなくて、少し動画が遅くなってしまいました。動画を待っていてくださった方はお待たせしてしまってすみません。たまに動画の投稿頻度にばらつきがあって投稿をやめてしまったのかなと思う方もいると思うんですが、予告なしに動画をやめることはないので安心してください。最終的な目標として人生で1000軒カフェを巡りたいなと思っていて、まだまだ行ってみたいけど行けていないカフェがたくさんあるので、ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。続いて紹介するのは、琵琶湖テラスの中にあるテラスカフェさんです。ちなみに琵琶湖テラスは京都駅から電車とバスを合わせても40分で行くことができたので、思っていたよりもアクセスは良かったです。ただ時期によって変わるんですが、山頂までのロープウェイがだいたい3000円で、駐車場代がだいたい2000円ぐらいするので、上まで行くのにお金は結構かかります。それでも晴れている日には最高の景色を見ることができるので、行ってみても損はしないと思います。店内は木のインテリアが落ち着いた空間を作り上げていて、座席もクッション性が高いものだったので、ゆっくりとした時間を過ごせると思います。そして窓側の席からは琵琶湖の景色を一望することができるんですが、天気のいい日はテラス席がおすすめです。視界を遮るもののないテラス席からの眺めは抜群だと思います。メニューに関してはシチューのようなしっかりとしたものやサンドイッチといったフードメニューをはじめ、お茶やコーヒーといった定番のドリンクメニューやビールのようなアルコールメニューもありました。注意点が一つあって、水が出てこないのでメニューのボトルウォーターを買う必要があります。今回僕はポルペッティとボトルウォーターを頼みました。このポルペッティはイタリア料理なんですが、イメージとしてはミネストローネのスープの中にハンバーグが入っている感じです。
全体的にフードのメニューは少しお値段張るんですが、ドリンクだけだったら500円から飲めるのでおすすめです。とにかく景色が良くてゆっくりとした時間を過ごすことができるので、皆さんもぜひ行ってみてください。続いて紹介するのは琵琶湖テラスの中にあるインフィニティラウンジさんです。もしかしたらインスタグラムなどで見たことがある方も多いかもしれません。このカフェは琵琶湖テラスの中でも最高のビュースポットと言われていて、湖面と水盤が一体化した景色はまるで天空に浮かんでいるかのような気持ちにさせてくれます。予約に関してなんですが、当日予約制になっていて、僕が行った時はだいたい1時間後の予約からできました。電話番号を聞かれるので他の場所で写真を撮っていても安心だと思います。ただ休日の午後は琵琶湖テラス自体がかなり混み合うので、着いたら真っ先にお店まで予約しに行ってください。メニューに関しては1人3000円のプランと5000円のプランの2つから選ぶことができて、今回僕は3000円のプランにしました。ちなみにプランの内容はウェルカムドリンクと場所代になっていて、追加のメニューで他のドリンクやフードを頼むことができます。余談なんですが、僕は琵琶湖テラスに来たのは2回目で、1回目は3000円という値段もあってインフィニティラウンジさんに入るのを諦めました。ただ今回実際に行ってみて想像以上に景色が良かったのと、ソファー席でゆっくりできたので行ってみて良かったと思います。ちなみにお客さんの層に関しては小学生以下のお子さんを連れて入ることができないのでカップルが多かったです。僕は男友達と行ったんですが全然気にならなかったので、友達と行くのもいいかもしれないです。最後に琵琶湖テラスのカフェ紹介はこの2つで終わりなんですが、カフェに入らなくてもちゃんとゴミを持ち帰ればお弁当を食べることができるスペースも用意されているので、家族連れの方にも琵琶湖テラスはおすすめです。あと僕はしたことないんですが、駐車場から3時間登山すれば山頂まで行けるみたいで、実際登山客の方も見かけました。もし登山したことがある方がいればどのくらい大変なのか教えていただけると嬉しいです。続いて紹介するのは近江八幡駅から車で10分のところにあるティースペースサラクさんです。僕は基本的に移動は電車かバスか徒歩なんですが、滋賀のカフェに行く際は車で行かなかったことを後悔しました。駐車場は5台分お店の横にあったので車で行かれる方は安心だと思います。築170年以上の蔵を改装した店内は木の温かみを感じる落ち着いた空間になっていて、お客さんは地元の方が多かったです。また1階の窓際の席からは川が流れているのが見えて、調べてみると八幡堀という安土桃山時代に作られた水路だったみたいです。この八幡堀なんですが、当時の景観が保存されているところが多く、このお店から10分ほど歩いたところはなんと流浪に剣心のロケ地にも使用されたそうです。なので映画ファンの方はぜひ行ってみてください。メニューに関してはキーマカレーのようなランチメニューからチーズケーキ等のスイーツもありました。今回僕はドリンクとデザートのセットから季節のタルトとジンジャーエールを頼みました。この日のタルトは愛媛県産のオレンジを使ったタルトで、オレンジの甘酸っぱさとタルト生地の甘さがマッチしていました。ジンジャーエールもおそらく本物の生姜を使っていて、少しピリッとする大人のジンジャーエールでした。皆さんも隠れ家的なカフェティースペースサラクさんで落ち着いた時間を過ごしてください。最後に紹介するのは近江八幡駅からバスで11分のところにあるラコリーナさんです。ラコリーナさんといえば木の上の茶室や自然の素材を用いたユニークな建築で知られる藤森照信氏が設計したことでも有名ですよね。この方は情熱大陸にも出演していて、その時から一度はこの場所を訪れてみたいと思っていたんですが、ようやく行くことができました。ちなみにラコリーナさんは外から見たよりもかなり敷地が広くて、その中にクラブハリエさんがあったり、タネーさんや本社、そしてカフェや飲食店が入っている感じです。今回僕はラコリーナさんの2階にあるカフェに行きました。このお店のテーブルや椅子、照明に至るまで全て藤森氏のデザインになっていて、まるでジブリの世界に迷い込んだかのような非日常的な気持ちにさせてくれました。
メニューに関してはドリンクとバームクーヘンのセットか、シンプルにドリンク単品のメニューがあるんですが、ここではぜひセットで頼んでみてほしいです。というのも、焼きたてのバームクーヘンが食べれる機会ってなかなかないと思うんですよね。実際僕も食べる前まではそんなに普通のバームクーヘンと違いはないと思っていたんですが、食べて本当に驚きました。焼きたてのバームクーヘンは想像以上にふわふわの食感で、まるでシフォンケーキを食べているのかと錯覚するくらい、いつも食べているものとは違いました。皆さんもぜひラコリーナさんに行って非日常的な体験をしてみてください。本当はもう少しラコリーナさんのおすすめスポット紹介とかもしたかったんですが、このチャンネルではここまでにしておきたいと思います。気になる方は今後もう一つのチャンネルで出す予定なので、ぜひそちらを見てください。これで今回の紹介動画は終わりになります。気に入ったカフェが見つかった方はぜひ気軽にいいねやコメントいただけると嬉しいです。正直いただけるととても嬉しいです。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。